キーストン・ブレドマンはトリニダード・トバゴの陸上競技選手。専門は短距離走の100メートルで、自己ベストの9秒86はリチャード・トンプソンに次ぐトリニダード・トバゴ歴代にいたい。100メートルではオリンピックと世界選手権を通じて準決勝進出が最高成績だが、400メートルリレーでは2008年北京オリンピックで金メダル。 2012年ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得している。8月の大阪世界選手権男子100メートルに出場し、19歳でシニアの世界大会デビューを果たしたが、二次予選で敗退した。8月の北京オリンピック男子400メートルリレーに出場し、1層を務めて金メダル獲得に貢献した。オリンピックのリレー種目における トリニダード・トバゴのメダル獲得は、銅メダルを獲得した1964年、東京オリンピック男子4400メートル、リレー以来、男女通じて44年ぶり2度目の快挙だった。当初は、このレースで、ジャマイカチームが、金メダルを獲得したが、ネスト・カーターのドーピング検体の再検査で、禁止薬物の陽性反応を示したため、 国際オリンピック委員会は2017年1月25日にジャマイカチームを失格処分にしトリニダード・トバゴの繰り上がり金メダル獲得となった8月のベルリン世界選手権男子400メートルリレーに出場予選で3層を務めて決勝進出に貢献したが決勝の出場はなかった決勝のトリニダード・トバゴは37秒62の トリニダード・トバゴ記録を樹立して銀メダルを獲得した。6月4日のアディダスグランプリ男子100メートルで9秒93をマーク。あとボルドン、マルク・バーンズ、ダレル、ブラウン、リチャード・トンプソンに次ぐトリニダード・トバゴ史上5人目となる10秒の壁を突破した選手となった。8月のテグ世界選手権では男子100メートルで初の準決勝進出を果たした。 準決勝では組2着までに入るか、組3着以下でもタイムで拾われる2枠までに入れば、決勝に進出できたが、結果は10秒14の組5着に終わり決勝、進出を逃した。組4着のダニエル・ベイリーとは、同タイム気差ありだったため、わずかの差で、決勝進出を逃したことになる。6月23日のトリニダード・トバゴ選手権、男子100メートルで9秒86をマーク。 2011年8月13日にリチャード・トンプソンが更新するまであとボルドンが保持していたトリニダード・トバゴ記録に並んだ。8月のロンドンオリンピックでは自身初の個人種目出場となった男子100メートルで準決勝に進出した。しかし、準決勝では10秒04の組4着に終わり、タイムで拾われて決勝に進出した全体8位の リチャード・トンプソンとは0秒02差で決勝進出を逃した。男子400メートルリレーでは1層を務めて4位に入ったが3位に入ったカナダがレーン侵害で失格になったため順位が一つ繰り上がって銅メダルを獲得した。さらに大会から3年経った2015年に2位に入ったアメリカ代表リレーメンバーのドーピング処分により 順位が繰り上がり銀メダルを獲得した。8月の北京世界選手権に出場したが、足の付け根を痛めていた影響で、男子100メートルは10秒75で予選敗退し、初めて最初のラウンドを突破できずに終わった。男子400メートルリレーは、昨年の世界リレーで2位になり、出場権を獲得していたが、トリニダード・トバゴは、 リレーメンバーに負傷者が相次いだため出場しなかった。8月のリオデジャネイロオリンピックには男子100メートルと400メートルリレーに出場したが、100メートルは予選で10秒20の組5着に終わり、準決勝に進出するには0秒001及ばなかった。1層を務めた男子400メートルリレーは予選を37秒96の組3着で突破したが、決勝は 原侵害のため失格に終わった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。